はい、それでは、前回に続きまして、譜題寺書伝、調子の演奏解説をこれから始めようと思います。それで前回はですね、寒の地のめり、中めりですね、ちちううのうめりね、そのうのうめりがレと同じ律図であるというところまで参りましたが、今日はその続きを参ります。細かい字がいろいろ書いてあるんですが、これは私が書いた字で、岡本先生からいただいた譜面はほとんど何も手をつけてないものをお稽古の時に習いながら殴り書きを、したわけで、非常に読みづらいと思います。それで要はこれ「に」と書いてあるのは「に」の指を押して入るという意味ですね。それで「つ」の「大めり、を吹くわけですね。で、譜面に行きます。で、2の指を押して、つの消えかかってますが、大めり、めですね。つの大めり。ちなみにですね、都山流の場合には、めと書くと中めりのことなんですが、本曲の世界ではめというのは大めりのことです。というのは、ほとんど本曲の中に中めりって出てこないんですね。ですから、目と書いてあれば、ほとんどがもう大メリだと解釈していただいてよろしいと思います。2の指で押して、つの大メリに入って、それでまた連音が2ですね。ここにメリー込みと実は書いてあるんです。汚いんですが。で、これ、さらにつを大メリからメリ込む、超大メリですね。超大メリ。つまり、どういう音程かというと、ここ、ロの律までつを下げるんです。はい。それで最後にまた「つ」を「に」で当たって、本来の「つ」の多めの音程に戻すと、そういうフレーズになります。はい、吹いてみましょう。ここでですね、多めにからさらに半音めるのってどうすればいいのかということなんですが、これいつも門人にダジャレのように教えてるんですけれども、このめり込みはですね、一項でこのかなり深くこうかざしてるわけですね。それをさらに指穴の中にめり込ませてるんですね。だから、めり込みっていうのは指がめり込むんだと私は教えてるんですが、この隙間を、幅寄せをね、しようとしてもですね、これあんまり確実性がないんですね。ですから、指のこの弾力性を利用して、指穴の中に、そのまま指を下に、指穴の方向にグッと押し込む、めり込ませる。で、これが多分一番良い方法だと思います。で、もちろん指だけではなくて、大めりからさらに息の角度をめるわけですね。はい、もう一回やってみます。というふうに最後に2を当たって戻すわけですね。はい。そして次、譜面に行きます。2行目の一番下、ハロー、ローを、ここに振りがありますね。2で当たって、で、またローですね、振りがあって、ところがここに3と書いてありますね。で、次は、はあ、これも振りがあるんですが、つまり、おつのりのことですね。だから、金五輪風に言いますと、ハローローリーということになるんですが、なぜここが3なのか。これはですね、師匠から教わった段階で、こちらの系統は、おつのり、おつの刃に行く前の寒の炉は必ず3で当たるもんなんだということを教わりました。これによって変化がつくと思うんですけれども、ただこの時ですね、3を当たる時に2を当たる要領と同じに当たると音がひっくり返ってしまうんです。つまりこういうことですね。こうなってしまう。なぜならばですね、通常当たりというのは、その気柱の長さの中途にある、ある意味では一番下に位置する指を瞬間開けて、
現在伸ばしている音程よりも上の音程を挿入することによって音を区切ると、これがあたりの理屈なんですね。でところがですね、この3あたりで、管の路で吹くと、これ何の音かっていうと管の地なんですね。で実はあの路という音、あのこれ尺八は全部あのオクターブ、さらに上の音は倍音で吹くんですけれども、あの乙の路、これ第一倍音で、この全部押さえたポジションの第二倍音が管の路になるんですね。でよくあの金コリの人はやるんですけれども、管の路を安定するさせるために4弦を1ミリばかり吹きながら開けることになるんです。これってある意味ではオクターブキーという、楽器によってはそういうキーがあるんですが、それと同じ効果がある。サックスフォンなんかにはついてますね。あの、まあ、サックスフォンはオツオン可能とは言いませんが、上のオクターブに行くとき同じフィンガリング指扱いでそのオクターブキーを押すことによって自動的にオクターブが出るというのがオクターブキーのシステムなんですが、つまり気柱の長さの、まあ大雑把に言うと約半分、つまり音音っていうのはこの気柱の中に振動が一つあるわけですね。で間音ってつまり二つできなきゃいけないわけなんです。でそうするとここにちょっと隙間を空けることによって振動の節ができやすくなるわけですね。ですからこういうふうに間が振動が2つになりやすいというわけで、オクターブキーのように4弦を少し隙間を空けて吹くことがあります。でそれが管の路の時に使われることが多いんですが、今度ですね、3を空けるとどうなるか、これ3の音が出ちゃうんですね。で、ほんのちょっと空けるとこれ管の地の音程なんですね。これが実はね、ロの第三倍音なんですよ。ということは、第三倍音ということは、つまり、この中に節が、振動が3つできると第三倍音がなるわけですね。でもうこの三弦の位置もまあだいぶ遠いんですけれども、ほぼ2つ目の節が上から数えて、できそうなところに近いところなんですね。なので3弦をかすかに隙間を空けると第3倍音になる、あるいはしっかり空けると3のウという音が出る。ですから息のスピードが速いとですね、この連音の時に管の路から間に3のウが入りそうになって、つまり音がひっくり返ってしまう。じゃあどうしたらいいか、この時はですね、実は音の、これウですね、三明けのウという音なんですね、音の。それを鳴らすつもりで息のスピードをちょっと緩めるんです。息の速さを少し緩めるつもりで三を当たる。こうですね。ね、かなり息をちょっと加減して緩めてる。それで瞬間音のウが鳴るのがこの、音の歯の前の管の路の三あたりなんです。はい、もう一回やってみます。ということですね。はい、それがこの、カンドローの3あたり。そして次はそのままハローローです。通常のあたりですから今2で当たりました。はい、譜面ですと今吹いたのはこれですね。で次はもう単独でつれー、これ1音のみですね。でその次が私の師匠の岡本竹が曰く、次のつのこれにと書いてある、二押しでつの多めりでめり込みがあります。針が出る感じというふうに、ツンと針が出る感じで吹けと師匠は言っておりました。はい、それじゃあつれから吹きます。で次に参ります。先ほどの1行前の一番下からのこれの短い形ですね、ハローローハもすぐに
次の炉の後に乙の葉が、利が来てます。ので、これは当然、今、しがた説明いたしました、3あたりになるわけですね。ですから、ハロー、ロー、ハ、はい、なります。今、歯で振りましたが、これもご自由になさってください。で、次、うという音形。冒頭にありましたね。はい、譜面に参ります。うの中メリ、4押しで入りますね。そして、ここにメリ込みがあって、またうに戻って、4を当たり、振りがあります。実は、冒頭の部分のうは順序が違います。うがあって、読んで当たって連音した後、最後にめり込みがありますね。というふうに組み合わせが違いますが、まあ基本的には同じような動きになります。大めりの時には三の指をかざすということですね。はい、吹きます。最後のうでまた振りを入れました。そしてつれれれろ。つれはこの曲の冒頭と全く同じですね。となりますね。そして次、譜面に参りますと、今のがつれれろ。で、今度がつの大めり、二押しで入って、ろに行くとき、書いてありませんが、2で当たって振りを入れます。で、またもう一つ、ロ、2で当たって振りを入れます。はい。ということですね。そして、もう一つ、つれれ。ここは特に振りは入れておりませんね。で、ただしこれもですね、冒頭の部分と形がやや違います。冒頭はつれれで振った後、余韻を伸ばしてますね。ご覧ください。こっちの最後のれはこちらにはあまり線がない分伸ばさないんですね。ですからつれれと吹いてあります。ということですね。そして最後のフレーズ、これがですね、あの古典本曲独特のフレーズなんですが、ただ譜面にはこのようにローローと書いてあるだけなんですね。で、まあここにかすかに書いてありますが、4分けで入って、でここに線がちょっとこうゲジゲジっとなっておりますね。これ実は4分けで入るのは、ここにもう小さく書いてあるんですが、大めりなんですね。で、大めりで、ローで、瞬間買って、おおまた瞬間大めりして、最後に仮で伸ばす。つまり、ローという動きをこれ示してますが、普通ただローローと書いてあるだけですね。で、これあの一つのもう約束事ですから、こう書いてあったらば、このように吹くというふうに、思ってください。そして次のロは一応普通に2で連音をして、でまたさらに振りをもう一発入れるわけですね。ですからこの最後のローローという語法というのは、まあ極めてこういう古典本曲の終わり方としては典型的な形だと思っていただければよろしいと思います。では最後のローローですね。ということですね。で、あのここでもですね、あの一つ注意をしたいことは、あの前半で申し上げましたが、古典本曲というのはメリを強く仮を弱くが鉄則です。基本的ルールです。ですからこの最後の手もですね、あの大メリからまあかなり大メリを吹くということはですね、尺八吹きにとってもともとその
何と言うんでしょうか、楽器の機能として効率よくなるという楽器とはかけ離れた楽器ですね、尺八というのは。ですから常にですね、尺八を吹く人間というのは鳴らしたいという願望がいつもあるんですね。ですから特に大メリを吹いた後はほっとして解き放たれたように鳴らしたくなるんですね。で、そうするとこうなってしまいます。こうは吹かないんですね。ね、ですからできるだけメリ強くと言ったって、それは大メリは強く鳴らすのには、それは物理的限界がございますんで、気持ちとして強く吹くわけですね。それで、仮はやはり気持ちとして鳴らさないようにする。で、その結果、音楽としてバランスが取れるということですね。このように、まあ極端ですけれども、大メリを息入れたいと。これ、すかし吹きと言いますが、右利きの方は、つまり右手が下の方は、左に透かして刈るのが理にかなっております。これ、手首の関節の運動の問題です。ですから、右下に目って左上に刈る。で、今、左上に刈っておりますよね。で、そうすると、普通の刈りとは角度が違いますから、正面に持ってこないといけない。になりますよね。それで、実は最後に振ってる時も、振りはこの運動で振るように、こちらに振ってから振りをやっているんです。お分かりいただけますか？もう一回やります。というふうに、吹くのが多分理にかなっていると思います。それでは以上ですが、今日は普大寺の調子の基本的な演奏法についてお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。